皆さんこんにちは。ハッピーボイスレッスンの奈良崎雅弘です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんお元気ですか？今日はイタリア的な気質とはという題でビデオを撮ってみたいと思います。イタリア的な気質とは、はい、今ね、私のレッスンを受けてくださっている方の中にたくさんイタリア語の歌を歌ってくれている方がいます。個人レッスンでもアンサンブルレッスンでもですね、はい、先日川越でありましたワークショップでは生徒さんたちがオーソーレミオ、私の太陽っていうね、有名なカンツォーネを元気に歌ってくれました。とても嬉しかったですね。ある方は楽譜をほとんど見ないでこういう感じで、少しなんていうか斜め上に顔が、ね、向いてね、姿勢も向いて笑顔で歌ってくれました。そういった姿を見れて私は幸せでしたね。本当にね、こういう有名なカンツォーネだけじゃなくてイタリア古典歌曲って言って、バロック時代のイタリア語の歌を歌ってくれてる方たちもいます。個人レッスンで多いですけどね。例えばカーロミオベン、スタールビチーノ、イントールのアリードルミオ、ペラグローリア、セルベアミーケ、そして有名なヘンデルのラッシャーキオピアンガとか、そういった曲ですね。そしてアンサンブルではもう一個、ベッリーニのヴァーガルーナケイナルジェンティっていうね、優雅な月夜、優美な月夜かな日本語の題はいろいろですけどね。そういった有名な曲をみんなに歌っていただいて本当に嬉しく思っております。そしてまあ今日はたくさんの方がイタリア語を歌ってくれてるってことで、イタリア的な気質とはっていう題でね、喋ってみようと思うんですけどね。まあイタリア人ってとっても明るくてね、明けっ広げですごいオープンマインドですよね。地中海に面してますんで、地中海性気候のね、あの辺りの気候はすごい暖かいですし、海沿いの地域は本当に、特に夏は男性なんかはすぐにパーッと上半身裸になってね、海沿いで過ごしたりしますね。そして喋り方なんかもオープンですごい大きな声でパーンって出てきますよね。30メートル先にいる友人に向かって躊躇しないで Hey Mario! とかそういう感じですごい大きな声でね、呼んだりね。なかなか日本だとちょっと人目をはばかってしまってちょっとできないようなことですよね。まあイタリアでも上の方の北の方の南チロルですとかオーストリア沿いまたはスイスに近い方っていうのはちょっと気質が違うんですけど、まあ、全体的には同じような感じかな。私も含めて皆さんが思い描いているようなイタリア的な気質ってそんな感じですよね。日本で言うと、瀬戸内海の、気質に似てますね。気質そして気候にも似てますね。あの辺の岡山、広島、香川、愛媛とかあの辺の県の人たちですかね、あの辺の人たちの気質っていうのはイタリア人の気質にちょっとだけ似てるかなって私は個人的に思っております。地域的にはね、暖かい海に近いとやっぱり 人々の心もおおらかになりますよね。はい、今日は何年か前に私がイタリアにも旅行した時があったんですけど、その時に街の中の広場でストリートミュージシャンたちのグループがすっごい楽しいいい音楽をしてくれてたので、それに出くわしてそれをビデオで撮ったものがありますので、ちょっと見ていただきましょう。皆さん、こんなストリートミュージシャンに出会ったら本当に心が温かくて楽しくなりますよ。では今見てみましょう。Piazza, un ballino
はい、いかがでしたか？本当になんか心が躍るような、なんか気持ちがパーンと明るくなるようなね、あのボーカルの男性の方なんて本当にすごい明るい声を持っててね、通る声を披露してくれますよね。で、周りに集まった人たちもなんか心から楽しんでいるような感じで、一人女性が音楽に合わせて踊ってましたね。ああいう場所に出くわしたっていうのが私とても幸せでしたね。イタリア人の歌い手っていうと、まあ典型的なああいう感じの気質を持って歌ってくれる人がねいて、まあカンツォーネ、またはそうですね、イタリア語のポップスの歌でもそうなんですけど、本当に大っぴらに自分の心の様っていうのをパーッと出してくれるというかね、恥ずかしいって気持ちないのかなって思うぐらいでね、そんな感じですけどね。私自身はドイツ語が専門でして、もうちょっと北の方の寒い国で過ごしたりしてたので、そして好きな音楽もドイツ音楽なので、本性というか真の部分で自分が一番合ってるなって思う音楽はドイツ音楽なんですけど、まあ、もちろんイタリア語も歌いますよね。その時にどんな気持ちで歌ってるかっていうと、やっぱり本心から本当にイタリア人みたいな気持ちになれるかっていうと、ちょっとそういう気質とは私自身は違うので、まあなんていうのかな、カンツォーネなんかオーソレミオを歌うって言ったら、ちょっとなんか演技を してる、ちょっとなりきってる、自分じゃない自分になりきってそれを楽しんで演じてるみたいな、そんなテンションで歌ったりしてますね。そうですね。あとはまあイタリア語のオペラなんかも歌ったりしますけど、オペラのアリアなんかもやっぱり劇の中でその役になりきるので、自分じゃないっていうことでかえって吹っ切れて、なんか舞台の上で遊べるっていうか、そういう感覚がありますよね。で、まあイタリア人的な気質を自分でなんか楽しんじゃおうみたいなね、そういった気持ちでやっております。まあ明るい曲、明けっぴろげなマインドで歌える曲だけじゃなくて、イタリアの曲にもまあ暗い曲っていうのもあるんですけど、多くはその精神性が後ろ向きじゃないので、ちょっともう例えば失恋の曲で、ああ俺はこの恋に命をかけたのに今や失われてしまったとか、なんかこういう言葉をパーッと言って歌い上げたらスカッとしてしまって、パッとまた次の瞬間に切り替えて前に行けるような、そういった気質がありますね。それが他の国の気質とちょっと違うのかなっていう気は私はしてます。はい、いかがでしたでしょうか。今日のビデオのタイトルはイタリア的な気質とはっていうタイトルでしたけど、皆さんに聞いてもらって、ちょっとはまあ参考になれば嬉しいです。レッスンに来てくださってる生徒の皆さんも、私と一緒にまたイタリア語の歌楽しく歌っていきましょう。またお会いしましょう。それではねー。